一度お試しください。何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。裁きの雷、部外者禁止。これこそが知恵の殿堂。うまいが。
化粧。痛くしちゃうかも。ここより弱滅の時。ふん。そこ。よし。剣に誓う。せよ。お触り禁止。知識はあなたにも。冷たくサクサク。逃げ道はありません。全部丸見えね。部外者禁止。ビートボクだよ。骨を裂く風。無我の境地見切りました。ストップ。ビートの食品だ。これこそが知恵の殿堂。はびこりなさい。いざ勝負。風の神よ、我らを痛くしちゃうかも。裁きの雷。お触り禁止。高い。
に入って。次の仕事よっ、ついていきま、よっ、空気が綺麗ですね。芝生に寝転がると
大地の鼓動が聞こえてきます。仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。穏やかな雰囲気、とても好きです。仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか。
穏やかな雰囲気とても好きです。はい、ダンディライオン騎士の名は現在にまで受け継がれている。かつて星と深淵を目指せ。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。
この動点も。同点についてのご質問。わしは人界の回帰は強いて同点も。同点についてのご質問。悩み事？一緒に考えてあげるわ。なるほど。確かにそれならプレゼントにぴったりだ。それに最近、八重堂が新しい小説をたくさん出しとるんや。しげるがこの前、あと小倉美穂さんのとこに新しい絹織物が入ってん。もしかしたら。ただ妹さんの服のサイズは覚えとる？もし間違うたら可愛くなくなってまうけど。
トーニャの服のサイズ、この…いや、あの子覚えてないなら仕方あらへんな。なら、絹織物をい…そうや、花火をも…あとはそうやな、お土産にちょうどええもんと言ったら…ん？あ、来たか。今、宵宮お嬢ちゃんに稲妻ならではのお土産を教えてもらってたんだ。この子には感謝しないとね。でないと、何を買って帰ればいいのか皆目見当もつかなかった。偶然さ、用事でちょうど稲妻を通ったから、家で待つ弟と妹にお土産を買おうと思ったんだ。前にテウセルが稲妻の鬼カブトムシ、けど鬼カブトムシを探している途中、子供その子を止めて、ついでに魔物を処理したんだよ。その後はまあ、俺に袋ムジナ退治専門家っていう称号が与えられたってわけさ。ただ残念ながら、あの子たちの親は俺が乗る船もあと数日したら稲妻に着くし、もうじきここを離れることになる。そうだ、宵宮お嬢ちゃん、飲み物？子供たちは特に三色団子が好きでな。けど団子を食べ過ぎ、そういえばテウセルも昔はそうだったな。お菓子を食べ過ぎてメインディッシュを食べられなくなって。宵宮お嬢ちゃん、着物二着に絹を。タルタリアのアンちゃんはほんまに家族。アンちゃんのことか。何もなかったで。せやけどあんたほんまに知り合いが。そら羨ましいな。もし、せやけどまあ、と今度稲妻に来るとき。見切りましょ。浮世の風景は幾千年も変わらないというのに、人の世とはこうも白露と泡のように儚い。
晴天でさえ雷帝の光を遮ることはできません。雨が降らずとも信頼を下せます。あの木を見ていてください。分かったからもうやめて。そうですね。八重堂は閉学の仕組みについて深く解説した本を多く出版しているので、とても気に入っています。
滅ばぬ先の杖というように事前に準備しておけば混乱を招くことはありません。爆弾持ちすぎたのかな。クレイと一緒にお魚をドカーンしに行く。バレたら一日反省室に閉じ込められるけど、お魚は美味しいからやりがいあるよ。爆弾持ちすぎたのかな。変わった模様のトカゲを捕まえたんだ。見たことない模様だから見てみる？爆弾持ちすぎたのかな。
これは？いや、いや、いや、は？痛いから我慢しろよ。すまんすまん。迅速、うん、あたはっ隙を見せるのはほんの一瞬だ。やこの瞬間お前は。おとなしく仕上がれ。呼びかけに応える星たちよ。こいつはどうだ。話が通じないなら。すまんすまん。お極寒、私の意のままに完成。これ呼びかけに応える星たち。風邪ひくなよ。みんなを守るからね。熱々でしょ。はっ、たっ、師匠の技を喰らいなさい。やっ、はっ、邪魔しないで。極寒、すまんすまん。スオパー、気をつけ。完成。おとなしくし。
爆弾持ちすぎたのかな。いいだろう。難攻不落。難攻不落。いざ。剣女盤石。
タルミエね。難攻不落。いざ。剣女盤石。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。いざ。暗算八九。難攻不落。いざ。剣女盤石。難攻不落。新天道地。ついていきます。
触り禁止。安山八九。剣女盤石。難攻不落。剣女盤石。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。今こそ出陣の時。
見切りました。マネコレザー仕事か。お客さんが来たみたい。はい、痛くしちゃうかも。知識はあなたにも。この仕事は排除するべきですね。ここより弱滅の時、裁きの雷。ふっ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 。風、私に答えるのだ。この程度の傷。瑠璃のように落ちなさい。私のお家にいらっしゃい。無我の境地。油断しました。ここより弱滅の時、逃げ道はありません。裁きの雷。知識はあなたにも。お客さんが来たみたい。痛くしちゃうかも。この仕事は排除するべきですね。大丈夫です。部外者禁止。終わりにしよう。飽きちゃった。すっいざ勝負。当たれ。覚えたわよ。逃げ道はありません。さ、終わりにしよう。大丈夫です。やまた会おう。
裁きの雷槌。仕事は…仕事…また早く寝られそうにない。古代の英雄アンサルの物語という。
質のある、このどうやって勝てと。ちょっと待ってよ。イーガルヤ財産、
っけえ。どうやって勝てと？
知れずの遺跡にはもっと深い秘密が隠されているに違いない。
シレトの遺跡にはもっと深い秘密が隠されているかもしれない。
けたって言って、どうやって勝てと？いいもらいやがいや、やはり貴族として歴史のあるこの俺抜きでは勝てないんだよ。こんなふざけたペッキでどうやって勝てた？
デッキでどうやって勝てと？どうやって勝てと？今日はどんな新しい情報があるかな？家柄や財産の、やはり貴族として歴史のある古代の連続では語られんだ。こんなふざけたデッキでどうやって勝てと？